ザシャーラ・タンズは1990年にレコードデビューしたイギリスのロックバンドである。米国の同盟バンドと区別させるため、米国で活動する際はザシャーラ・タンズ UK と表記される。九百八十八年英国ウェストミッドランズで結成。以前にザ・ギフト・ホーセスというバンドですでに一緒に音楽活動をしていたマーティン・ブラント、ジョン・ブルックスの二人がロブ・コリンズラを招き入れ、 バンドメンバーが一時的に固まる。結成当初のメンバーは、ブラント、ブルックス、ロブ、バズ・ケトレイの4人。バンド名の候補は、ブラントが提案した、ザロー・ーローズとケトレイが提案した、ザ・シャーラ・タンズと2つあったが、貨幣の表裏で決めるコイン投げをして、ケトレイが提案した名称に決まる。結成直後、当時はまだブレーク前だった、ストーン・ローゼズなどの前座を務める。 1989年にケトレイが脱退し、現在のボーカル、ティム・バージェスと、旧ギター、ジョン・ウェイカーが加入。バージェスの加入後、英国のスウィッチに拠点を移し、レコードデビューに向けて、活動を本格化させる。同年秋頃に3曲入りデモテープを制作後、ファーストシングルのリリースに至る。マーク・コリンズは1991年。 トニー・ロジャースは1997年にそれぞれ加入している。1990年2月10日、自主レーベル、デッド・デッド・グッドからリリースした、ファーストシングル、インディアン・ロープで、レコードデビュー、永遠インディーズチャートの1位となり、自主レーベルながらも、全英チャートで89位にランクインした。当時のマット・チェスター・ムーブメントの火付け役であった、ザ・ストーン・ローゼズのヤン・ブラウンを思わせる。 バージェスのボーカルスタイルトルックス、そしてすでに商業的成功を収めていた、もう一つのマンチェスターバンド、インスパイラルカーペッツを連想させる、ハモンドオルガンのサウンドから、バンドにオリジナリティがないなどと一部のプレスから否定的な、批評を受ける。しかし、ルックスと楽曲の良さ、そして加熱していたマッドチェスタームーブメントが後押しし、インディーズのファン層を超え、一般レベルの認知度、 ファン層を獲得。当時のマットチェスタームーブメントでは、商業的に一番成功したバンドと言われるようになる。シングル1枚をリリースしただけで、ロンドンにある中堅バンド向けライブ会場のタウンカントリークラブをソールドアウトにし業界関係者を驚かせるなど、デビュー当時の注目度はかなり高かった。ファーストシングルの後、インディーズレーベルのシチュエーション2と契約し、 1990年5月14日に、セカンドシングル、The Only One I Know をリリース。ダンサブルなビートにパーカッシブなハモンドオルガンが、全面に打ち出された同曲は、全英チャートで最高位9位にランクインし、マッドチェスタームーブメントを代表する曲となる。同年9月10日にサードシングル、前ンをリリース後、10月8日にファーストアルバム、サムフレンドリーを発表。プロデューサーは、 ジョイディビジョン、ニューオーダーのレコーディングエンジニアとして知られるクリス、ナグル。同アルバムは、インディーズチャート、全英チャートとも、第1位を獲得し、インディーズバンドとしては破格の成功を収めた。ファーストアルバムのリリースに合わせ全英ツアーを行った。あと、翌年1991年2月から3月に、かけて、15箇所16公演の全米ツアーを行った。米国では当時、 カレッジチャート CMJ でサムフレンドリーが13週間連続で第1位になるなどバンドへの注目度が高かったため1公演を除き全てがソールドアウトとなる盛況ぶりだったこのツアーのライブは後にファンクラブ限定でリリースされたアイソレーション21.291で聴けるまた全米ツアーの最中に英国でホースシングルオーバーライジングをリリース ファーストアルバムとは違い、ギターを全面に打ち出した曲で、それまでの作品よりも、ロック色が強くなった作品といえる、B 面に、ハップン・トゥ・ダイという曲があり、こちらの方がポップな曲調で、A 面向けの曲だったが、当時湾岸戦争が勃発し、曲のタイトル、サビの部分が、ラジオテレビで放送するのに不向きであると判断された、ため、急遽、 オーバーライジングが永遠になったという逸話がある。そして同年4月には初の来日公演を行った。クラブチッタ川崎で2日間行われた東京公演では会場内を仕切る鉄柵が破損するほどの超満員を記録した。1991年の夏頃、ギター担当のオリジナルメンバー、ジョン・ベイカーが脱退。当初の脱退理由はバンドに貢献できるものがほとんどなくなったという ベーカーによる自主的な脱退と伝えられていたが、後にベーカーの技量に疑問を持ったロブコリンズ、ブラントなどの判断による解雇であったことが判明している。ベーカーの脱退後、現在のギタリストであるマーク・コリンズがオーディションにより加入。マークは加入前にザ・ウォルトーンズやキャンディル・スティック・パークといったバンドなどですでにレコードデビューしていた。また、マークは インスパイラルカーペッツのツアー車の運転手をしていたこともあった。マークを迎え入れたバンドは、セカンドアルバムのレコーディングを進め、1991年11月4日に、フィフスシングル、ミー、インタイムをリリースする。当時は、マッドチェスタームーブメントが下火になり始めていたこともあってか、前衛チャートでは最高位28位、曲調、サウンドは、トレードマークのオルガンを使わず、 曲全体はザラついたギターサウンドで覆われていて、当時ブレスでよく話題にされていたシューゲーザー系バンドの影響が見られる。また、同シングルのリリース前に、ブラントがうつ病に陥るという事件が起こる。うつ病になった経緯の詳細ははっきりとは明かされて、いないが、私生活での問題に加え、音楽業界に対する不信感やベーカーを脱退させたことに、 罪悪感を抱いていたことなどが原因だと言われている。ちなみに、この時期にうつ病になったことと関係があるのかどうかは、定かではないが、ブラントは、ミー、インタイムをひどく嫌っていた。1992年2月24日、セカンドアルバムからの先行シングル、ビアドをリリース。サウンド前面に打ち出された、叩きつけるようなハモンドオルガンのリフ、打ち込みのリズムトラック、 バージェスの無機質なボーカルが特徴的なこの曲は現在でもライブでたびたび演奏される。3月23日にはセカンドアルバムビトゥインテンスイレブンスをリリースするがこの頃には世間ではマッドチェスタームーブメントが完全に下火となっていて全英チャート最高位21位という結果に終わる。セカンドアルバムは U2 のアルバムなどを手掛けたフラットによりプロデュース。 された。7月6日にセカンドアルバムからのシングルカット曲、トレメロソングをリリースし、8月28日に A レディングフェスティバルの初日に、順取りで出演した後、9月に2度目の来日ツアーを行った。この後、バンド活動の一時中断が余儀なくされる事件が起こる。1992年12月3日。 キーボードのロブコリンズが酒屋で強盗を試みた友人の逃走に協力したとして、その友人と共に強盗未遂で逮捕された。ロブは強盗の行為そのものには関与していなかったが、結果的に逃走者となった自分の車を運転していたことが罪に問われ、懲役8ヶ月の実刑判決を言い渡された。1993年春に A バンドライドとダブルヘッダーで行った デートリッパーツアー、そしてサードアルバムの制作はこの事件と並行して行われた。その際、ロブが担当するキーボード、バックボーカルのレコーディングは刑務所入りするまでに取り終えなければならないなどの状況を強いられた。入所後、刑務所では朝礼の際にオルガンを弾くなど行いが良かったため4ヶ月で仮出所した。サードアルバムのレコーディングを終えたバンドは、 1994年1月24日に AS シングル Can't Get Out of Bed をリリース。3月7日にはナインスシングル e ージー Life を1週間の期間限定でリリースし、3月21日にサードアルバム Up to ゥ u r Hips を発表。前衛チャートで8位にランクインし、アルバムチャートで再びトップ10に返り咲いた。アルバムのプロデューサーはゴング。 システム7のスティーブ・ヒレッジ。ベース音が幅を利かせた、全体的にヘビな音に仕上がっている。また前述の通り、ログのレコーディングに制限があったため、数曲を除きオルガンその他のキーボード音は、控えめである。このアルバムについて特筆すべきことは、雰囲気、サウンドを重視する。それまでの曲作りから、Can't Get Out of Bed のような、歌そのものを意識した曲作りに傾倒していった点だ。 これは、その後のバンドの音楽的方向性を決める大きなターニングポイントとなる。そして同年6月20日に B 面の収録曲が異なる2バージョンの Jesus h e ゥ d をリリースし、12月28日には収録曲全曲が新曲のクラッシンインを発表した。1995年前半はホースアルバムのレコーディングに専念。当初は、 サードアルバムと同じスティーブ・ヒレッジのプロデュースでレコーディングが進められていた。しかしヒレッジはシャーラ・タンズのアルバムだけでなく他のアーティストのレコーディングプロジェクトにも関与していてシャーラ・タンズのレコーディングへの参加を一時中断しなければならない状況があった。メンバーはそのことを不満に思いまたフォースアルバムの最終ミックスバージョンをどれも気に入らなかったためアルバム完成前に ヒレッジを解雇した。その後、メンバー自身とエンジニアのデイブ・チャールズの共同プロデュースで、ホースアルバムのレコーディングを続ける。同年5月8日、両 A 面、シングル、ジャスト・ルッキン、ブレッドカムズをリリースし、グラストンベリー・フェスティバル、フェニックス・フェスティバルなどへのライブ出演を経て、8月7日に、サーティーンス・シングル、ジャスト・ホーエン・ユー・ア・シンキン・シングス・オーバーをリリース。 おって8月28日にリリースされたフォースアルバムザ・シャーラタンズは全英チャートで堂々の第1位を獲得した。メンバー本人たちはこのアルバムにかなりの自信を持っていたようで、このことはアルバム名がセルフタイトルであることからもよくわかる。その後、秋の全米、全英ツアーを経て11月下旬から12月上旬に3度目の来日公演を行った。 1996年夏、バンド史上最も不幸な事件が訪れる。フィフスアルバムのミックスダウン中だった7月22日、ロブが自分の BMW 車を運転中に事故を起こした。すぐに救急車で病院へ運ばれたものの、運ばれる前にすでに心肺停止状態であったという、事故の原因は飲酒運転であり、しかもシートベルトを着用していなかったことが致命的となった。 バンドは、すでに出演が決まっていたオアシスのネブワースでの、野外ライブ、V96 フェスティバルへの出演をキャンセルすることを考えたが、プライマルスクリームのキーボード、マーティン・ダ・フィーの協力を得て、出演を決行。8月26日発売の 14th シングル、One to Another は、ロブが100%参加した最後のシングル作品となった。また同シングルのプロモーションビデオは、 事故前に撮られていて、これが映像としてのロブの最後の姿である。ダフィーをレコーディングにも迎え入れたバンドは、1997年、初頭にニューアルバムを完成させる。またその頃、メジャーレーベルの MCA、ユニバーサルとレコード契約を結んだ。この契約以降、新作は英国以外ではユニバーサルからリリースされることになる。そして1997年3月24日に、 15、スシングル、ノースカントリーボーイをリリース。4月21日には、フィフスアルバム、テリングストーリーズを発表し、全英チャートで2週連続第1位を記録した。同アルバムは、前作同様、デーブ・チャールズとバンドのセリフプロデュースによるもの。このアルバムでは、インスト曲が2曲あるものの、全編を通して、バージェスのボーカルとしての存在感が増し、歌詞も曖昧なものから、 メッセージ性の強いものへと大きく変化している。またこのアルバムからバージェスのハーモニカが本格的に取り入れられている。そしてアルバム発表直後の全英ツアーから現在のキーボードトニー・ロジャースが正式メンバーとしてバンドに加入した。6月9日にシックスティーンスシングルハウハイをリリースし9月に4度目の来日公演を行う10月20日には セブンティーンスシングルテディングストーリーズをリリース。このシングルの B 面収録曲よりロジャースがレコーディング曲作りに参加している。1998年2月23日サムフレンドリーからテディングストーリーズまでのシングルを収録した初のベストアルバムメルティングポットをリリース。アルバムジャケットに映っているカフェはバンドがベガーズバンケットと契約後。 初めて会議を行った思い出の場所である。1998年は曲作りに洗練したり、私生活に時間を費やしたりするなど、夏のフェスティバルに数回出演した以外は目立った。バンド活動はなかったが、9月に5度目の来日を果たし、東京と大阪でライブを行っている。東京公演は、単独ライブではなく、東京クールキャンプと題されたフェスティバル形式のライブに、 ヘッドライナーとして出演した。バンドは1999年初頭、英国チェジャーにバンド所有のレコーディングスタジオ、ビッグマッシュルームを完成させた。シックスアルバムのレコーディングは同スタジオで行われた。10月4日にエーティーンスシングル、フォーエバーをリリース後、10月20日にし、同アルバムは初の単独セルフプロデュース作品であり、またロジャースが、 全面参加した初のアルバムでもある。アコースティック色が強く、全体的に成熟したバンドらしい、落ち着いた雰囲気が漂い、またダークな印象を与えるサウンドになっている。トレードマークのハモンドオルガンは健在だが、ピアノやメロトロンなど他のキーボードサウンドの比重が、これまで以上に増している。そして、秋の全英ツアー後、12月に6度目の日本ツアーを、完光。 日本ツアー中の12月6日には英国で 19th シングル My Beautiful Friend をリリースした。2000年は春に As and Us Only の全米ツアーを行い、5月に英国で 20th シングル Impossible をリリースした。その後は目立った活動はなく、主に曲作りに専念した模様、2001年前半はスタジオ BigMushroom で ニューアルバムのレコーディングを行った。ニューアルバム完成後、米国で小規模なツアーを行い、8月21日に英国でにファーストシングル、Love is the key をリリース。その後、9月10日にセブンスアルバム、ワンダーランドを発表した。プロデューサーにブラックグレープのアルバムなどを手掛けた、ダニー・セイバーを迎え入れた。このアルバムは、アコースティックな前作から一転し、打ち込みを多用したダンサブルで、 ソウルフルな作品に仕上がっている。特筆すべき点は、バージェスのファルセットボーカルである。また、パーカッション、スティールギターで複数の外部ミュージシャンを起用し、二人の女性コーラスを参加させるなど、新しい試みが見られる。同アルバム発売直後は、米国でツアーが予定されていたが、米中数同時テロ発生のため全公演がキャンセルされた。11月19日には、 にセカンドシングル、アマンニーズ・トゥビー・トールドをリリースし、その後全英ツアーを観光。同ツアーの一公演として行われた、マンチェスター・アリーナでのライブの音源は、後にオフィシャルライブアルバムとして発表されている。2002年は、ワンダーランドの全米ツアーで幕を開けた。同ツアー終了後は日本へ直行し、7度目の来日公演を行った。4月8日には、 ワンダーランドから3枚目のシングルカット曲、You r e so pretty, we are so pretty がリリースされる予定だったが、発売数日前になって、急遽発売自体が中止となり、幻のシングルとなった。リリースの準備が通常通り進められていたため、発売日、収録曲、リリースフォーマット、ジャケットのアートワークなどは事前に発表されていた。しかも、発売が決定していたフォーマットである CD、 アナログ版は一般市場に流通できるくらいの数がすでにプレスされていたようで予定されていた発売日以降に一部が実際に海外の一般店頭に並べられてしまったらしい。発売中止の具体的な理由は未だに明かされていないが発売中止発表の際にバンド側とレーベル側の相互の合意によるものであったことがバンドの公式サイトを通じて伝えられている。 シングルがキャンセルされた後の5月20日、バンドは初の DVD ビデオ、ジャストルッ o ン1990から1997を古巣のレコードレーベル、ベガーズバンケットよりリリースした。内容は、ベガーズ時代にリリースされた全シングルのプロモーションビデオと一部の未公開ライブへ、また DVD 発売日と同日に同レーベル時代のシングル B 面曲を集めたコンピレーションアルバム。 Songs from the other side もリリースされた。2002年のリリースはさらに続き、7月22日には、前年12月14日にマンチェスターアリーナで行われたライブを収録した公式ライブアルバム、Live It Like You Love It を発表。このアルバムタイトルは、フォースアルバム、The Shara t a n に収録されている、ブレッドカムズの歌詞の一節から取ったものである。ちなみに、収録曲の、ビアドーでは、 ライブにゲスト出演した元ザ・スミスのジョニーマン二千三年は2本のフェスティバル出演一本の単独ライブを除きバンドの表だった活動はなかったバンド活動が休止状態だった理由の一つにバージェスのソロ活動が挙げられるバージェスは九月八日にソロデビューアルバム I Believe を発表同アルバムの前後には二枚のシングルをリリースしアルバムの発売に合わせて 英国ツアーも行った。2004年5月10日にサードシングル、アップ・アット・ザ・レイクをリリースし、バンド活動を本格的に再開。5月17日に、AS アルバム、アップ・アット・ザ・レイクを発表。同アルバムは、シックスアルバム、アス・アス・オンリー以降バンドのレコーディングに、関わっているジェームズ・スペンサーとバンドの共同プロデュースによるもの。 このアルバムではロジャースが初めてメインボーカルを担当した曲ラビングユーイ o u i ー e ーが収録されている。バンドでバージェス以外がメインボーカルを取ったのはこの曲が初めてである。7月26日にシングルカット曲のトライアゲイントゥ・デイ」をリリース。その数日後、8度目の来日を果たしフジロックフェスティバルに出演した。12月20日には ダウンロード販売のみのラジオシングルラビング・ユー・イズ・イージーをリリースしている。2005年は初の全編ライブビデオライブ・アット・ラストを4月11日にリリース。このライブ映像は2004年12月16日にロンドンのブリックストーン・アカデミーで撮影された。DVD リリース後は数本のライブを除き2006年前半まで表だったバンド活動はなかった。2006年4月3日 ニューアルバムからの先行シングル、ブラックブルーアイズをリリース。このシングルより、レコードレーベルが変わり、バンドはユニバーサルから、サンクチュアリレコードへと移籍した。4月17日、ナインスアルバム、シンパーティコを発表。同アルバムは、ステレオフォニックスの作品のプロデューサーとして知られる、ジムローとバンドの共同プロデュースによるもの。アルバムのリリースに合わせて、英国、米国でツアーを行い、 7月3日にはシングルカット曲の NYC をリリース。8月に来日し、サマーソニック06に東京、大阪の両会場で出演した。また、シンパーティコの発表後、デビュー前から16年間続いたバン,バンドのマネジメント権は、スティーブ・ハリソンのスティーブ・ハリスンマネジメントからアラン・マッキーとスティーブ・キングのクリエーションマネジメントへと移籍された。 2006年のリリースはさらに続き、バンドは11月6日に通算2枚目のベストアルバム、Forever シングルスをリリース。曲目はユニバーサルからリリースされたシングル曲が中心となっている。また、収録曲は全曲リマスターされている。初回限定版は2枚組となっていて、1枚目は通常版、2枚目には1990年から2001年のラジオ出演で演奏。 録音されたセッション音源とアルバム、アップアットザレイク用に撮られた未発表デモが収録されている。ちなみに、初回限定版のプレス数は希少だったようで、現在店頭で入手することは困難である。また同ベストアルバムに関連して、11月13日にシングル1枚と DVD1 作もリリースされている。シングルは、 リミックスバージョンの You are so pretty, we are so pretty で同ベストアルバムに収録されている。同シングルは収録曲4曲中1曲を除き2002年に発売中止となった同名シングルの内容とは異なる。ベストアルバムと同名の DVD ビデオはベストアルバムに収録されている全シングルのプロモーションビデオと TV ライブを含む未発表ライブ映像で構成されている。 バンドは2006年11月にサンクチュアリレコードとの契約を終了させた。レーベル側から契約延長のオファーがあったが、バンドはこれを拒否した。その後、しばらくの間どこのレーベルにも属さずにバンド活動を続けることになる。2007年はフェスティバル出演や単発ライブを精力的にこなした。再結成したザフーの英国公演に特別ゲストとしてライブ出演したほか、 7月から8月には、ローリングストーンズのヨーロッパ公演にも出演。またこの頃より、ニューアルバムの曲作り、デモ録音を始め、これらのライブで新曲を数曲披露した。バンドは2007年夏、秋頃に、10作目となる、ニューアルバムのレコーディングを本格的に始めた。10月22日に29作目となるシングル、You Cross My p a t h をリリース。同シングルのリリースに先駆けて、 9月上旬に、米国ロサンゼルスで、ミュージックビデオの撮影が行われた。またバンドは、同シングルのリリースを告知する際、U Cross My p a 以降のシングル及びニューアルバムを、無料ダウンロードによりリリースすることを発表。全新曲が、ウェブサイトからの無料ダウンロードにより提供されることとなる。無料ダウンロードは、A ラジオ局、XFM のウェブサイトを通じて行われた。11月には、 A3 シオ4公演のショーツアーを観光した。バンドは2008年2月上旬中旬にポルトガルを皮切りに7カ国12公演のヨーロッパツアーを行った。同ツアー直後の2月25日に30作目となるニューシングルオーバニティをリリース。そして3月3日にニューアルバム You Cross My p a を発表。また、バンドはこの頃にブルートーンズや バズコックスらが所属するレーベル、クッキングバイナルと新たに契約を交わした。ニューアルバムのレコーディングは、ロサンゼルス、アイルランド、バンド所有のスタジオ、ビッグマッシュルームで行われた。バンドとジェームズ・スペンサーによる共同プロデュースで、ミックスは、ジーザスメリー・チェーン、マイ・ブラッディ・バレンタイン、ライド、カーブなどのプロデュースで知られているアラン・ウォールダーが担当した。 最新アルバムからのシングルカット曲として5月5日にミスビガトゥーンをリリースし同月12日に無料ダウンロードで発表済みのニューアルバムをクッキングバイナルより CD アナログ版でも発売した CD 版には通常版とデラックス版があり2枚組デラックス版には最新アルバムからの楽曲のライブ音源未発表曲 PV などが収録されている同月に 全中に公演の英国ツアーを観光。7月14日にはシングルカット曲ミステイクスをリリース。また、夏に英国各地で開催された音楽フェスティバルに出演し、スコットランドのティー・イン・ザ・パーク、ベンやジェリーズ・フェスティバル、V ・フェスティバル2008でライブを行った。バンドは9月から11月にかけてヨーロッパ、英国、ニュージーランド、オーストラリアでツアーを観光。 そして、シドニーでのライブ直後に10度目の来日を果たし、東名阪でライブを行った。2010年5月17日、ファーストアルバム、サムフレンドリーのリマスター版、サムフレンドリーエクスパンデッドエディションをリリースした。これは、同アルバム発表20周年を記念して発売された、ものである。2枚組の仕様で、CD2 には、同時期に、リリースされたシングルのカップリング曲。 セッション音源などが収録されている。従来の CD 版とは異なり、CD1 には G,Only One I Know が収録されていない。これは90年リリース当初のアナログ版の使用に習ったためである。また、ドーリーマスター版のリリースに合わせて5月に英国3都市でツアーを行った。このツアーはサムフレンドリーの収録曲をすべて演奏するというもので他にも 初期のシングルのカップリング曲など、セカンドアルバム以降はライブで演奏していなかったレアな楽曲も演奏した。全3公演のライブ音源はオフィシャル CD として各公演限定1000枚でリリースされた。バンドは7月19日にニューアルバムの先行シングル、ラブ・イズ・エンディングをリリースした。追って9月6日に11作目のオリジナルアルバムとなる、フー・ウィ・タッチを発表。プロデューサーは、 キリングジョークのユース。9月20日には、アルバムカットのシングル、マイ・フーリッシュ・プライドをリリースした。日米号でのニューアルバムの発売と並行して、9月初旬に4年以上ぶりとなる北米ツアーをスタートさせたが、9月15日のフィラデルフィア公演中に、ブルックスがステージ上で卒頭する事件が起こる。呼吸が一時停止したと報道されたが、客として、 ライブ会場に居合わせた医師のインタビューによると、呼吸は止まっていなかったとのこと。現地の病院に運ばれ、命に別状はないと診断されたものの、バンドは北米ツアーの残りの日程をやむなくキャンセルした。その1週間後の9月22日、ブルックスが脳腫瘍を発症していることが報道された。そのためブルックスが手術を受け、しばらくの間療養したため、 バンドは9月下旬以降に予定されていた英国、ヨーロッパ、オーストラリアなどでのツアーにおいて一時的に代替のドラマーを起用した。臨時のドラマーはザバーブのピーター・サリスベリーが務めた。ブルックスは10月23日に UK ツアー最終日のバーミンガム公演でのアンコールに出演し、一曲のみ演奏した。12月31日には英国エディンバラのホグマネーで行われたライブで、 セットリスト全曲を演奏し、ライブ活動に復帰した。2012年5月28日にフィフスアルバム、テリングストーリーズ発売15周年を記念する2枚、組エクスパンデッドエディションをリリースした。ディスク2には、同アルバムからの全シングル4枚に、収録の B 面曲や別テーク、ライブ音源が収録されている。また、同エクスパンデッドエディションのリリースに合わせて、6月に、 英国4都市でツアーを行った。このツアーでは、テリングストーリーズ本編の全楽曲と B 面曲数曲を中心としたセットリストが組まれた。翌年2013年5月6日には、同アルバム制作のドキュメント DVD、マウンテンピクニックブルーズ、ザメイキング・オブ・テリン・ストーリーズをリリースした。2013年8月13日、ブルックスが脳腫瘍のため入院先の病院で死去した。 44歳没。残されたバンドは10月18日に、複数の著名ミュージシャンを招いて、ブルックスを追悼するチャリティーコンサートを主催し、ロンドンのロイヤルアルバートホールで開催した。このコンサートではシャーラタンズによるセットリストのほか、ニューオーダー、マムフォードサンズ、ザ・バクシーンズ、マニックストリート・プリーチャーズ、BDI のメンバーらがカバー曲や、 各自のオリジナル楽曲を演奏した。同コンサートの収益金は、脳主要の A チャリティ団体、ザブレーンチューマーチャリティに寄付された。また、同団体はこれをきっかけに、ザ・ジョン・ブルックスファンドを設立し、バンドは、現在、同団体の講演者となっている。また、これ以降、前述のドラマー、ピーター・サリスベリーが、バンドのサポートメンバーとして、ライブツアー、 レコーディングに参加している。2015年1月26日、約4年ぶりの12枚目のアルバム、モダンネイチャーをリリースし、全英7位を記録。2017年5月26日、2年以上ぶりの13枚目のアルバム、ディファレント・デイズをリリースし、全英4位を記録。2011年撮影、マーティン・ブラント・ベース担当。結成メンバーでリーダー的存在。 シャーラタンズ結成前に、メイキンタイム、ザ・ギフト・ホーセスというバンドで、それぞれレコードデビュー歴がある。ティム・バージェス・ボーカル、ハーモニカ担当、初代ボーカル脱退後の89年に加入。加入前に、ザ・エレクトリック・クレヨンズというバンドで、レコードデビュー歴がある。90年代後半に結婚を理由に、米国ロサンゼルスに移住していたが、現在は、英国在住、マーク・コリンズ・ギター担当。 1991年に加入。加入前に、ザ・ウォルトンズ、キャンディル・スティック・パークというバンドで、それぞれレコードデビュー歴がある。トニー・ロジャース・キーボード、バック・ボーカル担当。1997年に加入。ジョン・ブルックス・ドラム担当。結成メンバー。シャー・ラ・タンズ結成前に、ザ・ギフト・ホーセスというバンドで、レコードデビュー歴がある。2013年、脳腫瘍のため高い。 ロブコリンズキーボード、バックボーカル担当、結成メンバー、1996年に交通事故により高い、ジョンベーカーギター担当、ギターを兼任していた初代ボーカル脱退後の89年に加入、レコードデビュー時のオリジナルメンバー、1991年に解雇、脱退、詳細は、 シャーラタンズのディスコグラフィを参照ティムバージェス1991年1992年1995年1997年1998年1999年2002年2004年2006年2008年2010年2012年,2012年2015年2016年2018年 A ロックバンドのドラマ、テーブル、クスシキョ MSN 産経ニュース2013年8月13日、ありがとうございます。